なんかあの前心理テスト友達から出されてさ、はい、それ出していい？はい、いいよ。あの時計あるじゃん、うん、時計、あなたにとって時計ってどんなものですかっていう心理テストを出されたの、まあ、うん、どんなものですか？え、時計って何？その壁時計とか腕時計とか、どういうこと？もうそれはもう自分の持った時計で、うん、どんな感じのものっていうか、時計とは、時計とは、あなたにとって時計とはって言われた。え、そのそのあれを、物を言えばいいの？物を言うんじゃなくて、なんていうの、時計とは何だと、あなたにとって時計とはどういう存在っていうのも問題か、どういう感じのものですか？僕はもう世の中で一番大事なものですね、時計。お、時計っていうのはやっぱり時間を見るものなんで、うん、時計っていうのは一番大事なもの。一番大事なもの。はい。お、まあ、俺は腕時計って考えてもね、うん、まあ、ちょっと便利なアクセサリー。なるほど、これはすごいな。わかりましたね。僕はなんかもう壁のあの時計、壁時計こうダンジャンジャーンってなるようなあれです。あれをイメージしましたね。俺はこういう腕時計だね。腕時計は僕はあの大きいやつ、はい、で中になんかおるあるやつ、振り子あるやつ、あれをイメージしましたね。私はちなみにあの目覚まし時計をイメージして、威圧感があるって答えたんだけど、目覚ましの音か。そうそうそう、なるほどね、うん、で結果が、うん、それは恋人に対するあなたのイメージです。よっしゃー、うわ俺すごいな、やば、俺最低じゃん、最低だよ、俺クズじゃん、クズだよ、うわクズだな。アクセサリーってアクセサリー、そういう人いるわ、いるわ、ひどい、あの女の人アクセサリー代わりにしてる、いい女連れてるだろみたいな、うわそういうタイプだ。いや俺連れたことないんだけど。いやでもそういうタイプなんだ。そうなっちゃうタイプ。じゃあ僕模範解答じゃない？そう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 、うん、うわすごー、世界で一番大事。恥ずかしい、恥ずかしい、世界で一番大事なものだって。恥ずかしい方がいいじゃん、こっちだってちょっと便利だって。マジで、それは、あ、心理テスト面白いですね、心理テスト、それね、うん、うんうんうん、恋人に対するね、思いや、でも合ってます、やっぱり僕は恋人第一、うんうん、これは外れてるね。いや、合ってます。いや、合ってないです。合ってない、これ合ってます、合ってないです。合ってますね、さすが。やっぱ心理テストってそのあれだよね、その誰が作ったか知らないけどさ、うん、そういうのに基づいてやってるからやっぱ合ってるはずだよね。あ、うん、まあそうだね。いや合ってないです。ちなみに私は大当たりだったんだけど。大当たりですよ、威圧感がある、威圧感がある、うん、元彼のイメージだったんだろうねきっとね。威圧感が、威圧感があるってことですね、うん、だからやっぱ合ってるんです。僕も世界で一番大事だっていうのは本当合ってません。いや、合ってないじゃん。いや、一番大事なのはこれでしょ。違うの、世界で一番大事なのはやっぱ恋人です。うん、それは間違いない。合ってるわ、すごい。合ってないじゃん。楽しみです、すごいです。合ってます、合ってます。2人だって3人中、まず2人が合ってるって言ってて、あなたもそうなはずですから。そうなはずです。女の人ができたらそうなりますよ。アクセサリーだと思います。いや、そんなクズにはなりました。ちょっと便利なとか言っちゃって。確かに。もう最悪ですよ。最悪な人ですね。いいね、心理テスト面白いですね。もう他なんかないですか？いや、ないな。なんかある？なんかあります？調べたら出てくる。